こんにちは、ディアライです。いやー、最近この Z800mm6.3 全く触ってないなー。ほんとこのレンズ最近僕の家のなんかもはや漬物石かなーって感じだったもんなマジでこいつ漬物石にしちゃおうかな。いや、僕の動画っておそらくね、この 800mm を使った野鳥の動画を見てきてくださった方でかなり多いと思うんですよね。まあ、そういった層の方にはな、非常に申し訳ないと思うんですけどね、僕はあの野鳥の専門ではないんですよね。動画見てもらったら分かる通り。結構いろんなものを撮るのも好きで、風景を撮るのも好きだし、動物を撮るのも好きだし、夜景とか星を撮るのも好きだしね、結構いろんなものを撮るんでね、真夏っていう時期がね、どうしてもこのレンズを使って撮りたい被写体っていうのがどうしてもあんまり多くないんですよね。でも秋になってくるとそろそろね、まあ野鳥の渡りのシーズンとかもありますし、また鷹の渡りとかも取りに行きたいんでね、こいつをガンガン使っていきたいなと思うんですけどね、ちょっとまあいかんせんしばらく使ってなかったんでね、ちょっとたまにはねリハビリがてらこいつ使いたいですね。よきよき、やっぱこの感じだよな。まあ、そんなわけでですね、鈴鹿サーキットの近くまでやってきたんですけどね、サーキットには入らないです。ちょっと高すぎます、料金が。というわけでね、ここで、まあ、この辺の上空をブルーインパルスが飛んでくれるかなと思うんで、ここで撮影しようと思います。まあ、ちょっと Z800mm と Z9 の組み合わせで撮るのはすごい久しぶりなんですよね。動き物撮るのは仏法層を撮って以来だから、もう3ヶ月近く前かな。不安ですけど、久しぶりの手慣らしていきましょうか。帰宅してからのどれだけの自宅に需要があるか分かんない、ちょっとしたカメラの設定コーナー。ちなみに僕は写真に関しましてはこんな感じ。ピクチャーコントロールは風景の、ホワイトバランスはオート、雰囲気を残す。ローを撮るようにして、で、オートフォーカスは AFC にして 3D トラッキング、乗り物モード。で、ブレ補正はオフ。って感じですね。で、露出に関しましては、シャッタースピード2000分の1秒。ブルーインパルスってそんなに速くないんでね、こんなもんに十分です。で、F はまあ、多分ほぼほぼ無限にはなると思うんですけど、やっぱりなんかみんな並んでるところを撮りたいんで極力絞ります。 6.3 のレンズなんで、まあ、11とか13くらいまで絞ります。で ISO はオート、まあ、これちょっと蓋してるんで6400まで上がってますけど、今日晴れてるんでね、多分まあ上がっても1000まで上がらないでしょう。そして動画の方なんですけれど、動画も同じくランドスケープモードのホワイトバランスはオートの雰囲気で、気持ち的にはね 4K120p にしたいんですけど、 4K120p にすると電子手ブレ補正が効かなくなるんで、まあ、どうせもうスローモーション編集とかは諦めちゃって 4K60p にします。そうするとね、電子手ブレ補正も普通の光学手ブレ補正も使えるんでね。オートフォーカスに関しても AFC の、AF エリアモードはターゲット追尾の乗り物モード。露出に関してはこっちは250分の1秒、 F13 ISO オートって感じですね。動画ってね、正直あんまりシャッタースピード速くなくていいんですよ。基本フレームレートの倍って言われるんですけど、まあ、ブルーインパルスは通常の動画と比べるとちょっとまあ速い被写体かなと思うんで、さらにその倍の250にしてますっていう感じですね。
それではご視聴ありがとうございました。ではまた。ブルーインパルスもバイバーイ。